相馬中村藩。相馬中村藩は、江戸時代の日本で、旧道の区国のシネハ軍から、宇多タまで、現在の福島県浜通り北部を治めた藩である。藩主の姓から、相馬藩、本拠地名から、中村藩とも呼ばれるが、外の中村藩特別する際には、相馬中村藩や、道の区中村藩という。藩政府は、中村城、相馬市、 旧中村町であった。藩主は一貫して、相馬市で、価格は、柳真ず戸と大名、後に、定官真ず不大大名に列せられる。相馬市は、兵士一門の名家であり、鎌倉時代初期の平泉遠征、1189年後に、道の区国行方軍に移住して、7世紀前半の、浮田国造領、道の区国の宇多軍と、行方軍を支配下に収めて、 以来、1492年のシネハ軍ンの領土編入を経て、母親戦争終結、1868年までの約740年間にわたってこの地を統治した。このような長期間の統治を行った領主は、島津市、鹿児島県、佐原市、熊本県、南部市、青森県など少数で、世界市場に比しても、有数に長い統治期間だと言える。 第十六代当主、相馬義種は、1600年に、徳川家康の合図、上杉影勝攻めのため、小高城に帰京した。間もなく石田三成が挙兵し、世に言う関ヶ原の戦いが起きた。関ヶ原の開戦直前、三を本拠地とする佐竹氏の所領は五十三万国であった。周囲の岩木氏、高谷氏、相馬氏などの諸家は、 養子縁組などの縁石関係によって、日立源氏着流を称する佐竹氏を事実上の名手としていた。しかも、三戸は徳川家康の本拠地である江戸に近く、徳川氏を脅かしうる勢力であった。このため、相馬氏は関ヶ原の戦いに勝利して、全国政権を掌握した家康によって、1602年に佐竹氏と共に一旦改役され、 中村城と小高城及び関ヶ原の戦い直前に新本拠地として築城した牛越を没収された。水戸から秋田に、現、天保された佐竹義信より、秋田の地一万国を与えるので、移るように誘われたが、義種の着難、後の十七代利種が、海域撤回の直訴を求めたため、義種は、佐竹氏の誘いを丁重に断って利種を江戸に、登らせた。 1602年10月、リダネの訴状文が届けられ、本領を安堵された。この時、徳川家臣の本田正信や伊達正宗からの取りなしもあったという。対立関係にあった正宗からの圧戦は、正宗が1600年に家康より命を受け、上杉継承を北の忍口から攻めるべく、大阪から帰国する際、中通りの白川から白石まで、上杉領で、 道が塞がれていたので、相馬家臣の水谷種江が正宗の領内通貨に便宜を図ったためという、所領安土の際に完成したばかりの牛子市場を廃止して、ゆえの小高城に本拠を戻している。1607年には、江戸城石垣武人に妊婦600人を差し出している。1611年までに、天正時代以前に城代が置かれていた中村城を、改修 これにより、相馬市の本拠地は、小高城と中村城の二条から、中村城の一条のみに転換された。1612年、吉種は、小高城より伊豆田へ隠居した。初代藩主が16代、吉種か17代利種かは、藩の成立を、関ヶ原の戦いごとするか大阪の陣ごと、するか等によって諸説ある。以下、当記事では、利種を初代とする。 利谷及び十八代吉シ第二代藩主の第二は、高六家臣の城下への移住、城下在住家臣の林間一行家と在京家臣の削減、都合三度の検知等により、近世大名としての体制が整った。また、十九代、相馬忠種、第三代藩主は、徳川不代の土足からの養子であり、七百二十年もの伝統を持つ、相馬や馬追に、 公部的色彩を加え、現在まで続く形式を確立した。また、鎌倉時代からのつながりで、藩士の多くは藩内各地に事業地を与えられた。天明年間に発生した天明の大飢饉では大打撃を受け、領民の多くが合死したり調産した。これに、危機感を抱いた藩の上層部は、密かに新州教団と接触し、近世であった移民を越中国。 現在の富山県南都市などから受け入れ、藩の立て直しを図った。また、戦術のただ種の出自から、1659年には、中村藩元戸様から転じて、不代並みの扱いを受けることになった。23代孫だね、第7代藩主は1712年に不代となり、以後は幕末まで不代大名として、定番官に詰めた。二宮孫徳のを出し、 宝徳司法の実践を触媒した。1868年の母親戦争では、南隣の岩木平藩や北隣の仙台藩と、共に奥越列藩同盟に参加し、7月、旧暦には浜海道を北上してきた明治政府軍に対して仙台藩や米沢藩と連携して応戦した岩木の戦い。しかし、すでに同盟側の配色が濃厚であり、早々に、 明治政府軍側に降伏方法を打診。7月29日、旧暦には同盟側の反平への領承の供給を停止。8月2日、旧暦に開かれた重臣会議により同盟からの離脱と降伏を内定した。仙台藩の重臣からの抗議を受けた者の決定は覆されず、8月7日、旧暦には明治政府軍である薩摩藩や長州藩らの反平。 大宇部総督史上高唄が中村城に入り、明日ともに降伏が決定した。これ以後、中村城は明治政府軍の支配拠点となり、中村城は解体された。1871年8月29日、廃藩地県により、中村藩は明日ともに消滅し、中村県が成立した。 その後、中村県は1872年1月9日には、平県、旧岩北平半島が合併されて、岩全県となり、その岩全県も1876年8月21日の福島県成立によって消滅した。中村城、福島県相馬市中村あざ北町。1611年に反省が敷かれる前には、相馬市の中村城代の本拠地であった。 土佐国の中村城と区別するため、相馬中村城と呼ばれることもある。明治維新後に、シネハウンに村、旧ミハ春藩領が加わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。